Oh, whoa, that's the Super Juniors. Did you feel the chakra from the crowd? They were almost ninja-fied. Takahashi, much respect. You were such a great wrestler. And I know I lost, but when we started that match, you were the first one to get on your feet. So I might have lost the match, but I won our little battle, and I'm not gonna forget that. Bet that. Yeah, 始まったよ。ひろむちゃん、マイク開始、調子乗ってきたよ。ひろむちゃん、絶不調だったけど、もう絶好調と言ってもいいんじゃない？調子乗ってきたよ。完全に、これひろむちゃん調子乗ってるわ。このね、調子に乗ってるのを、一回自分で下まで下げるのが大事。学んでるから。今日の試合見て分かったでしょ？俺はね、わざとヘッドしたぞ、ホイップ。なんて言えら？いやいや違う、俺にはね、あの一般的にティヒラ、そしてヘッドシザーズホイップって言われてる技にね、あのハサミ技っていう名前がある。これ知ってる？みんななんでハサミ技って言われてるか、なんか全く話変わっちゃうけどね、あの草薙剛さんが命名だから。俺のこのヘッドシザーズホイップ、ティヒラ、それを草薙剛さんがハサミ技って言ったことによって俺のこの技はハサミ技になったわけだからね。これみんな知ってるかな？新しくファンになった人は知らないんじゃない？まあそんなことどうでもいいんですよ。そんなことはどうでもいい。今この無駄なトークが増えてるってことはね、ひろむちゃん調子に乗ってるってことは。ただ一回これね、自分で殺さないと。そこをね、いい顔しつけ。別にひろむちゃん大丈夫大丈夫、心に秘めて、そういう思いは心に秘めて、はい大丈夫、落ち着いて、はい大丈夫。そう、最初のハサミ技打った時にね、これは確信したんだよ。あ、この男はこうやってこういう技をね、こう切り返すことによって越に入る人間なんだなと、自分に酔っちゃう人間なんだなと。だからね、わざとあれだけハサミ技を使ったわけですよ。ここの違いっていうの、うん、何一つね、勝てないよ、忍者バンクに。何一つ勝ってないけどね、まあこのスーパージュニアへの思い、一つの勝利へのこだわりっていうのは、まあそういった意味で、ヒロムちゃんの、ここ、出たんじゃないかなって、そう思うよね。今こうやってかっこつけて、コメントしてるだけで、ああ、俺来てるんだなと。ああ、いやいやいや、でもそれはちょっと一貫しないと。一回そのあとまだだからね。そう、まだ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 6点だから。大丈夫大丈夫、こっからいけるわ。いけると確信できた今日の試合で。あ、ヒロムちゃんここあんなってみんな思ったんじゃない？ありがとう。